はい、そうしましたらですね、本日ガイダンス始めさせていただこうというふうに思います。弁理士の渡辺です。今日ですけども、仕事もですね、年収もすべて公開というところで、お話しできる範囲でですね、15分ぐらいですけれども、手短に、概要ですね、エッセンスのところをお伝えしていければなというふうに思っています。お手元ですね、パンフレットですね、ご用意いただければというふうに思いますけど、こちらの、レックのですね、パンフレット、非常によくまとまってますので、特に仕事と年収というところを、フォーカスしながらですね、お話しさせてもらおうかなというふうに思っています。合格者等のね、情報というのはここにいろいろと載っているとは思うんですけども、それはまた、追ってみていただけたらというふうに思います。弁理士の仕事なんですけども、基本的には、特許の、出願というところが、主にあるところかなというふうに思っています。それに対して、拒絶理由等が来たときにそれにこう対応していくというところが、主なったところとしては、有名なところなのかなというふうに思いますけども、今ですね、どんどん仕事の幅というのはこう広がっている状態になっていて、特に私なんかもそうなんですけど、基本的には企業のホームにいるような人間なので、その中でその知財というのをこう使っていったりとか、あとは、もともとは、企業の計画にいたので、M&A とかをですね、するときに、その知財の評価ですね、行っていくみたいなところで、お話で、携わっていくみたいなところも、一つ、あるかなというふうに思います。あと、その合格した後ですね、このパンフレットで、非常に面白いキャリアの方、たくさん先輩方、いらっしゃるんですけど、これ飯島先生とかで行くとですね、弁理士と、弁護士の両方ね、持って、仕事をされている。もともと弁理士でスタートしながら、その後、司法試験合格されて、いわゆる下町ロケットのね、典型的なモデル、東京せ、あの、弁護士のモデルになられた方として結構有名だったりしますし、次に、リュカ先生っていらっしゃいますけど、この方も、弁理士取った後に、カリフォルニア州のですね、米国弁理士、米国弁護士ですね、も取得されて、国内だけじゃなくて、海外の資格も、両取りして、で、それで、仕事されてるっていうのは、国際的なね、仕事をされてるっていう、そういう方もいますし、あとはですね、こちらの竹下先生に関しても、もうフランスの方に行かれていて、で、フランスの方で、例えばですけど、フランスで権利化したい日本企業を、に対応したりとかですね。逆にフランスから、日本に、権利化したいというお客さんいたときに、その方に対応していくみたいな形で、特に、ちょっと今3つほど見ましたけども、弁理士のメインの1つの仕事というところから、さらにこうちょっとリーガルとして太らせる部分と、つまりその、特許とか著作とか商標とかだけに限らず、他の法令も絡めたところでの対応ができるようにするっていうので、弁護士取るとかですね。プラスして、あとはもう海外という観点で、日本だけじゃなくて、海外との兼ね合いで、米国、の弁護士だったりとかですね。フランスに行かれてるっていうような方っていうのがあったりとかっていうところで、一つの知財というのを軸にしながら、国際的なところと、あと別のその法令というところにこう太らせるというのは、セカンドキャリアですよね。知財だけじゃなくて、知財だけというか、だけじゃなくてというか、知財をベースにしてこう太らせるみたいな、そういうキャリアの展開の仕方っていうところは、あるので、それはもうぜひ、弁理士を取って終わりっていうふうな、で、事務所に行って上がりとかではなくて、いろんなキャリアの方向性っていうのがあり得るっていうところで、あとその選択肢が広がるっていうところで、弁理士というのは非常に魅力的じゃないかなというふうに思います。実際にですね、私の講座で、一発合格された、女性の方なんですけど、に関しても、旦那さんがですね、アメリカに行くっていう時に、一緒に辞めてですね、でそれでアメリカ行かれて、で、それでアメリカで、米国の弁理士ですね、米国弁理士の資格を取得して、で、その後、2、3年経ってから帰ってきたっていう方いらっしゃいます。実際にですね、そういう方もいらっしゃってて、米国の弁護士もあるし、米国の弁理士も当然あるんで、そういうような、身近にもそういう人間もいるわけでして、全然、雲の上というか、もう全く手が届かないというキャリアではなくて、全くもっとこう現実的なところかなというふうに思いますので、ぜひぜひですね、そういうような、多角的な観点というところで、ご検討いただけるといいのかなというふうに思います。で、年収等に関してはですね、難しいところではあるんですけど、一般的にはですね、東京の事務所の方が、高いところでは高いかなっていうところは一般的な印象ではありますけど、別に大阪は決して安いというわけではないですし、あとはその工業系のところがですね、多いところとしては、愛知であったりとか福岡ですね、に関しては、比較的、弁理士も多いですし、事務所とか、あとは企業に関しても、多いなっていうところが印象としてありますので、そういうところでですね、自分のそのポジションですよね。つまり今いらっしゃる場所から、移動できるっていうところが、移動できる力を持てるというところが、一つ大きいかなというふうに思っています。で、一般的にはその商標の事務所よりは、特許
を扱っているところの方が、まあ、金額としては大きいですね。高いところが多いかなというふうに思うんですけども、じゃあ商標の事務所がですね、全部安いのかっていうと、そういうわけではなくて、まあ、商標に関しても、国際関係ですね、とかをされているところに関しては、まあ、国内だけじゃなくてですね、は、まあ、比較的またこう金額上がってきたりとかですね。まあ、あとは当然だからですけど、ご自身のスキルですね。まあ、自分自身でできるところっていうのを増やしていければ、まあ、当然ながらサラリーマンで普通にもう会社で働いてるっていうものよりは、まあ、上がってくるっていうような、まあ、ちょっと抽象的な話にはなるんですけれども、そういうような方向性はあるかなというふうに思ってます。まあ、一般的には、まあ、やはり東京が高いなっていうところは、まあ、東京の方が金額としては高いかなというところはあるかなというところですね。はい。あとですね、まあ、じゃあその弁理士のその仕事とか、まあ、年収って、まあ、大体そんななんだなっていうところを、まあ、ご理解いただけたかわからないですけど、概要としてはそんな感じなんですけど、まあ、試験ですね、自体に関しては、まあ、どんなもんなのかってところを、まあ、簡単にですね、ご説明させてもらおうかなというふうに思いますけど、まあ、弁理士試験のガイドというのが、まあ、パンフレットにも上がっていると思います。で、見ていただいたらわかると思うんですけど、今、担当試験って非常にこう難しくなっています。つまり、最初マークシート試験があって、で、論文があって、こいつ試験で、今までの山というのは、もう論文試験だったんですね。論文試験をどうやって攻略するかっていうので、まあ、論文が山だったんですけど、まあ、山が動きましたね。まあ、令和に入ってからは、もう担当試験をどうやって突破するかっていうところが、まあ、非常にこう大事になってきてるかなっていうふうに思います。もう担当合格率もですね、まあ、高い時でも18%ぐらいですし、まあ、低いっていうか、この2年連続ぐらいで、まあ、10%台、まあ、11%とかですね、だいぶ低い合格率に、まあ、落ち込んでるというところがありますので、まあ、やはりこう担当試験に、まあ、早く合格するというところが、まあ、一つポイントになってくるかなというふうに思います。で、論文試験に関してはですね、まあ、ずっと合格率が25%前後というか25%だいたい下らないぐらいですね。まあ、26とか27、8、9ぐらいで推移しているという状態がずっと続いてますので、担当試験さえですね、突破していければ、まあ、あとは4人に1人に入ってくるというところで、まあ、ここの論文試験に関しては、まあ、ある程度担当試験の合格さえ果たせれば、まあ、見えてくるところかなというふうに思ってます。で、これ1個ですね、注意点として挙げたいんですけど、よくあるんですけど、2年コースみたいな形で、まあ、まず担当試験を合格して、で、翌年に論文受かりましょうみたいなのがあるんですけど、僕は、個人的な見解としてはなんですけど、あまり旨味がないと思っていて、なぜかというと、担当試験というのはですね、ここにもありますが、試験科目が多いんですよ。7科目あるんですよね。で、論文試験の方は試験科目が半分で4科目だけなんですね。7と4なんですよ。で、単純に考えたらなんですけど、担当試験と論文試験でもしもこれ逆だとしますね。担当試験が4科目しかなくて論文が7とかなんだったら、それはまず担当受かりましょうって話になるんですけど、結局担当で7科目やらなきゃいけないんです。担当試験だけ絞りましょう。で、論文やらなくていいですってなったところで、手間としては、まあ、個人的にはほとんど変わらないですね。つまり論文試験って、まあちょっと論文試験っていうこう重厚な響きがあるので、何を書かなければいけないんだろう、なんか書けるんだろうか、もう全然自信ないわっていう方非常に多いんですけど、まあ結局のところ論文試験はただのレポートであって、まあ学術試験ではないので、実務家登用試験ですから、まあ普段のビジネスメールみたいなもんだと思ってください。言ってしまうと。この事案だったらば、侵害になりますか、なりませんか。で、この事案だったら、どんな請求ができますか、できませんかっていうことを書いてくださいっていうのを、まあ一応論文試験というふうには言ってますけど、まあビジネスレポーターとはあんま変わらないんで、まあ普通の仕事とはそんなに変わらないんじゃないかなと僕は思ってます。で、知識の幅としても、担当試験の方はもう本当に海に出るぐらい広い感じです。ものすごく幅広いですね、知識を要求されるんですけど、論文試験に関してはですね、まあ、当たり前ですけど、アウトプットさせる場所というのがもう局所的ですし、そうすると、範囲として狭くなるんですよね。なので、まあ、論文試験の方が、試験で問われるところの知識量としては、まあ、格段に狭いです。格段に狭いんですけど、論文試験がなぜ難しいかというと、これは、よく言うんですけど、いいですか、皆さん、漢字あるじゃないですか。読めるけど、書けない漢字ってあると思うんですよ。だから、書ける漢字のレベルまでいかなきゃいけないっていうのは論文ですね。読めるんだけども、書けないっていう漢字を書けるようにしましょうっていうのが、まあ、要は論文試験を突破しましょうっていう話なんですね。ですから、まあ、論文試験においては、まあ、それをこうアウトプットしようとすると、あ、覚えてない、ね。その判例の規範があったなとか、
審査基準のね、定義があったなって、もう全然書けないっていうのは、まあ、そこをね、しっかり意識して、ないからっていうところですね。つまり読めるけど書けないっていう感じがあるよねと。それとの関係性は一緒だという、そういう話ですね。逆に言うと、担当試験を勉強する中で、これは論文に出るかもしれないっていうところをある程度認識しておけば、担当の勉強することによって論文の勉強にもなってるっていう場面はあるわけですね。まあそういうふうにすることはできるわけです。つまり、これは書くかもしれない。読むだけじゃなくて、感情を読めるっていうレベルじゃなくて、ここは書くというところまで意識して、事前に整理しておかなきゃいけないみたいなところを意識しながら勉強すれば、担当試験勉強するときに。そうすると、そのまま論文に一石二鳥で合格することもできるはずなんですよ。まあ、実際に、令和3年にうちのクラスで合格してくれた方で、まあ、他校で一回受講されてたんですけど、まあ、担当試験合格できないんでってうちに来てもらったんですけど、ただそれは担当基礎力完成講座がスタートする、10月から入ってくれた方だったんですね。で、10月に入ってきてもらって、で、担当の勉強しました。で、担当勉強して、まあ、無事にね、担当合格しましたってなったんですけど、担当が、まあ、終わった直後に、論文の勉強してないと。で、今までやったことがないけど、何からしていたらいいですかというふうに聞かれたんですね。で、こちらで用意してた、まあ、オリジナルテキストと、あとは模擬試験と、で、あと過去問で、ちょっとこの辺は解いておいてくださいっていうのを、まあ、一通りこう、すり合わせをしてですね。で、それで、まあ、42、3日しかないわけですけど、まあ、そこで準備をしたんですね。で、そこで準備をして、まあ、論文に受かりました。論文に合格されたという方、まあ、当然社会人の方なんですけど、そういう方がいました。だから、その気になれば、担当試験のですね、勉強というところで、まあ、少し論文を見据えた形で、知識を整理しておくというところをやっておけば、まあ、それこそ40何日で論文試験に間に合わせるということも、もちろんそれは人によって違うところはあるかもしれないですけども、まあ、全くできないわけではないわけですね。まあ、何が言いたいかというと、まあ、担当と論文はもう一緒に合格を目指しましょうという、そういう話がしたいわけです。2年ごと、2年でこう1年ごとにまず担当、次に論文なんてやってても、いや多分全然楽にならないですよと。で、あとよく言うんですけど、担当受かった後に、論文で、まあ、もしもなんですけど、落ちてしまったってなってしまうと、結構モチベーション難しくなるんですよ。っていうのは、担当試験7科目あるんで、飽きないというか、まあ、時間が間に合わないぐらいに、まあ、ずっとこう、ラットレースをする感じになるんですけど、論文試験の方は4科目に絞れるんで、結構モチベーション下がるんですね。あ、なんかこれ、次も多分合格するだろうと。ね、担当試験に比べると、まあ、だいぶ合格しやすいからっていうので、まあそうするとですね、論文試験の2年目は、結構こう間延びするんですよね。担当試験もないので、まああと試験は1年後やと。まあ1年もあって、しかも4科目だけで、まあ一通り回してるし大丈夫やろみたいな感じに結構なってしまって、まあ、今までの経験則でいくと、2回目で合格してる人結構少ないです。だから、担当試験と論文試験でボンと合格するか、まあ、はたまた、担当試験は免除3回なんで、もう担当、論文に2回連続で落ちて、もう最後の論文の時に尻に火がついて合格するみたいなのは、まあ、多いですし、まあ、あとなんなら、もう、三振っていうんですけど、三振してしまって、もう一回担当からスタートっていう方もいます。で、それで4回目とか5回目で合格したっていう方も、まあ、実際にうちのクラスでもいらっしゃいます。なので、まあもうそんなのしてる暇はないので、もう一発で受かりましょうっていう話をしていて、で、一発で受かるために、まあどういうゴールを敷いたらいいかっていうと、一番、もう、うちのクラスに入ってきた方にもずっと言ってるんですけど、とにかく人に説明できるかどうか。人に説明できるかどうかを、まあ、担当試験においても、まあ、重視してください。それをすれば、論文試験も、口述試験も、まあ、言ってしまうと、これはマークシートで選ぶだけで、で、こっちは、まあ、筆で書くんですね。で、こっちは口でアウトプットするわけですけど、まあ、いずれにしても、まあ、必要な能力としては、人に説明する。例えば、皆さんに上司がいたときに、ちょっと厳しめの上司をイメージしてほしいんですけど、例えば担当試験ですよ。丸とか×とかつけますよね。この足のアは×、足のイは丸だと。で、その時に、なんでこれ×にしたんだと。どうして×にしたんですか。いうふうに、こう、詰められてるというような印象というかね、こう、想定をして、で、それで、担当試験の問題っていうのを解いていただけるといいのかなっていうふうに思います。で、それをしておくと、論文試験も、結局担当試験と論文試験、近接化するわけですよ。類似化してくるわけですね。担当試験においても、同じように、論文と同じように説明責任を果たそうというふうにすると、論文だって一緒なわけですよ。だからやってる素材がただ違うだけであって、でもまあ当たり前ですけど同じ法律でしょ。
なんだろう、論文だけ全然違う科目が出てきましたってなったら、それ多分意味ないねって話になるんですけど、担当と論文の科目はまあ被ってるわけですから、担当試験においてそれを論文とね、同じような形で説明できるようにするっていうことをやったら、まあ便利じゃないですか。一石二鳥になりますね。ですから、まあそういうふうな形を取りましょうって話をしてるというところですね。はい。なので、うちのクラスの特徴としては、非常にアウトプットが多いです。講義の時間としては、まあ、もう朝の9時からですね、9時半から、まあ、夜の8時とか、まあ、7時半ぐらいまであるんですけど、それをもうずっと私の話聞くなんてことは、多分もう苦行でしかないので、そんなことは全然する必要はないし、しないんですけど、やることとしては、アウトプットが非常に多いです。私の方から当てるっていうこともしますし、あとは口述の過去問は、もう入門講座の2回目の段階から回してきます。つまり、2人1組になっていただいて、問題を出し合うんですね。もちろん宿題にするんで、まあ、それでちゃんと事前に予習はしていただくんですけど、まあ、本試験の口述の過去問っていうのを、もう特許の2回目の講義のところから回していくみたいな形を取っていくので、まあ、アウトプットを非常にね、重視するような、まあ、講義座組になってるというところですね。で、まあ、それで基本的に皆さん時間がないと思いますから、その時間のない中で対応していくには、まあ、まずアウトプットと、そこから逆算してインプットするっていうのが、まあ、非常にまあ有効かなと、効率的かなというふうに思いますので、まあそういう形で、まあ講義を展開させてもらっているというところですね。はい。というところで、まあ途中ね、後半は、まあ入門講座の話みたいなところに行きましたけども、まあ、前半部分ですね、まずは、まあ、弁理士を目指す動機づけとしての素材として、まあ弁理士の仕事ってどんなものかと、まああとその年収の話をさせてもらったんですけど、まあ結構多いのが、まあ、なんだろう、保険というか、保険的にちょっと弁理士取るっていう方も多いんですけども、まあ、プラスして、最初のモチベーションですね。何のために弁理士やるかってところは、まあ、ある程度考えておいていただけるといいかなというふうに思います。弁理士試験ですね、まあ、大変な試験だとは思います。合格率も、まあ、6%とかですし、6.2%とかですから、大変な試験だと思いますので、まあ、なんで弁理士をやるのかっていうところを、ある程度こう自分の中で言語化できておくと、途中でこう折れにくいかなというふうに思います。途中でどうしてもドロップアウトされる方は出てきますので、まあ、その時にですね、こう自分がこうドロップアウトしないで粘り強くやっていくという観点で、まあ、ぜひなんで弁理士やるかというところは、まあ、できるだけこう自分の中で入門講座始まる前に言語化できたらいいと思いますし、まあ、そこがちょっといまいちこう自分の中でモチベーションが上がってこない、動機づけできないって話であれば、まあ、レックの事務局であったり、私であったりとかですね、と捕まえて、いろいろ聞いていただけたらいいのかなというふうに思っています。はい。というところで、私からのですね、まあ、ガイダンスですけども、まあ、一旦ですね、これで終えたいと思いますし、まあ、ぜひですね、本校の方にお越しいただいて、まあ、直接お話できたらというふうに思います。